給与額見て、みんな愕然とするんですよ。もう少しで給料が払えるような業界になれば、終わらせても楽しいし、給料が低いのに人が来ない印象だから、僕らも優秀な人材をご紹介していきたいんですけど。どうも、ゆめこです。さだけです。はい、あのこの前あの、X で、はい、ちょっとあなんかつぶやいたことがあって、ほう、過去の、まあ、2014年ぐらいの知恵袋の質問だったんですけれども、ヤフー知恵袋ね。で、その貿易事務、フォワーダー事務、洗車の事務、その中でどれが一番スキルがつきますかっていう質問に対して、その洗車、メーカー、フォワーダー全部渡り歩いたものですが、はい、って。で、その中で、スキルが一番磨けるのがフォワーダーの、フォワーダーですと。うん、うん、倉庫の知識とか船の知識、通関の知識とか海外とのやり取り全部やるからすごいスキルつきますよ。で、船会社に関してはやっぱ船の知識に、まあ、その船の業界の知識だから意外と汎用性がなくって、まあ、結構洗車の中でぐるぐる転職してる印象ですと。で、なんかちょっと酷な言い方だったんですけど、貿易事務に関してはもうお遊びですみたいな感じで書いてあったんですよ。あ、書いてあったんですね、うん、そう、その回答者ね、いろいろ経験した中で貿易事務が一番お遊びでしたみたいな、って書いてあって、うんうんうん、結構反響があったんですよ、X で、うん、それで私もちょっといろいろとツイートしたんですけど、フォワーダーって確かにすごい幅広い知識必要じゃないですか。まあ、そうですね、うん、の割にメーカーとか商社よりも給与水準低くないですか。まあ確かにね、そんなに高いイメージはこの物流業界って、まあ、あんまないですよね。そう、そうなんですよね。で、この前ね、話した時に30歳で経験者の営業マンだったらいくら欲しいみたいな話した時に、いくらって言ってましたっけ。え、いくらって言ってたっけ。確かね、600万とかって、600万欲しいって確かね。あ、600万ぐらいにやっぱなるべきじゃないのかなっていうことは言ったかもしれない。多分今ってそんなに、会社にもよると思いますけど、そんなにいかないですよね。多分フォワーダーの営業で30歳で平均600万って行く？多分行かないと思います。行かない。行かないですよね。現実見ると。間違ってたらごめんなさいね。いや、なんか行ってる印象がそんなにない。大手だったらね、本当に限られた大手だったら行ってますけど、だいたい平均してると、フォワーダーの営業マンって450から500ぐらいじゃないですか。なんかそんなイメージがあります。そうね。で、結構ね、商社とかメーカーの営業さんがフォワーダーに憧れて、なんかちょっと気になってるんですって、相談を受けることがあるんですけど、給与額見てみんな愕然とするんですよね。給与水準え、こんなに低いんですかみたいな。なるほどね、うん、そうね、確かに。まあなんかすごく仕事には興味あるんだけど、ちょっと年収がっていうところで引っかかって、書類応募しないっていう求職者さん、まあまあ結構いますね。いますよね、うん、最終的に結局商社から商社に移りました。まあもう少しその全体的な、その多分日本社会全体に言えることだと思うんですけど、その給与水準がちょっとなんか低い感じがするというか、うん、はい、まああんまり上がってないっていう、まあそれこそここ30年ぐらい、うん、だからなんかちょっともう少しで給料が払えるような業界になれば、こう若手含めてこう業界を目指してね、こう来る人と増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、この仕事やってても思うところはありますね、うんうん、そうですね。本当なんかフォワーダーって本当に汎用性広いじゃないですか。知識つけたら大体どこでも行けるじゃないですか。うん、うん、まあまああれはあれで、まあ商社の営業とはちょっとまた違うところはねあるけれども、まあフォワーダーってまあ基本その船持ってるわけじゃないし、そうですね、そういう意味ではいろんな組み合わせを考えながら、うん、まあ、いろんなお客さんの貨物をこう運ぶから、はい、その業界のこともある程度やっぱ知ってなきゃいけないし、そう、うん、そういう意味では学ぶことは多岐にわたるかもしれないですね、うん、だいぶね、うん、
なんかね、フォワーダーって本当楽しい仕事だけど、給料が低いがゆえに人が来ない印象だから本当に皆さん、フォワーダーの営業さん来ない来ないって、どこにいるんですかフォワーダー営業はって、うん、結構嘆いているんですよ。そうなんです。だから僕も結構そのフォワーダーをおすすめしてるんですよ、うん、フォワーダーの会社にこう優秀な人材がもっと来てもらえるような流れを、まあこの今の仕事でまあ作れればなっていうふうなことは考えていて、しかしそのなんだろう、年収とかその給与を決めるのは僕じゃないし、そういう意味ではもう少しその企業さんの方でもその給与水準っていうのをこうもうちょっとなんかこう設定を高めにできることがあればね、すごく、まあ、ありがたいなというか、はい、まあ、お金はねやっぱ大事じゃないですか。大事、うん、物価も上がってますし、はい、だからそう考えると多分上がってるところは上がってるんでしょうけれども、全然変わってないところは多分全然変わってないと思うんですよ、はい、だからその辺がこう僕らも優秀な人材をご紹介していきたいんですけど、やっぱちょっと年収のところで、躊躇される方が結構いらっしゃるんですね、うんうん、それ残念かなと思います。残念です、うん、まあ、すごい複雑に絡み合ってることだから、じゃああげましょうって、うん、はいってあげられる問題じゃないんですけどね、どうにかね、うん、少しでもこう考えてくださる企業が増えればなと思っています、うん、はい、そうですね、ということで、あのフォワーダーの営業さん、はい、お待ちしております。ぜひご連絡ください、はい、いっぱい ありますよお仕事、はい、ということで、はいはい、じゃあ本日は給与について、はい、お話ししました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、この放送は貿易国際物流の業界に特化した転職エージェント株式会社 HPS リンクの提供でお送りしました。世界と渡り合う貿易の業界でワンランク上の転職サービスをお求めの方は HPS リンクで検索ください。皆様からの転職のご相談をお待ちしております。